最後に質問よろしいでしょうか。ここ数ヶ月、モードスケールの位置を覚えるところから先に進めずにいます。コードトーンまではちゃんと位置を覚えられたのに、スケールとなるとどうしてもダメで、ここでつまずいて実践に進めずにおり、成長の面白さを実感できなくなりつつあるのが悩みです。いま一度スケールの覚え方の手順についてアドバイスいただければ。スケール、そうだな。でもコードトーンが分かってれば、プラス音足すって感じなんで、例えばドリアンスケールを覚えるときに、これも5個のブロックに分けて1個ずつ覚えるんですけど、5弦ルートのこのフォームだったら、でこれもやっぱ度数を意識してたら間違いにくいですね。そのドリアンスケールの構成音をまず頭で理解して、ナインスはナチュラル、イレブンスもナチュラル、サーティンもナチュラル。だからルートの次はここではないですよね。これ半音フラットナインになるから、ナインスマイナー3、イレブン5度、この形で、サーティンナチュラルだからここじゃなくてこっち、サーティンナチュラル。これを覚えた上で、じゃあエオリアンにしようってなったら、サーティンが変わるだけなんで、こっちじゃなくてこっち。フリジアンだったらナインスがフラット。ていう感じで、度数意識しながら、で5個のブロックに分けて1個ずつ覚えていくって感じかな。そう、スケールになると形で覚えようとしても、その暗記がもう無理っていうか、その難しすぎるんで、このもういろんな指の動きがある中で暗記は無理なので、コードトーン見て度数が分かれば、例えばドリアン弾く時に135は分かりますね。1-35で、6は、ドリアンはナチュラルだから、5の隣は違うなって分かるじゃないですか。隣だとフラット6なんで、ってことは1個上。1個上、ここはこっち。マイナー7の下でもいいな。マイナー7の1個下がナチュラル6。そう、コードトーン見ながら、これ多分無意識で自分やってるんですけど、コードトーンから見て全音上なのか、全音上なのか、半音上なのか、半音下なのか、全音下なのかっていう風で考えてますね。例えばシャープイレブン弾いてって言われた時に、もちろん D から見たシャープイレブン一瞬でわかるんですけど、これって5度がここにあるから、シャープイレブンって5度の半音下なんで、こういう感じで変換されてるところはあります。初めはそうやって覚えましたね。がむしゃらにこの距離感がシャープイレブンって覚えるんじゃなくて、5度は覚えてるから、5度の半音下がシャープイレブン、5度の半音上がフラットサーティン。で、マイナー7、ここが分かってるから、マイナー7の1個下がナチュラル13。みたいな。やっぱコードトーンが骨組みになってて、そこに肉つけてくって感じ。ありがとうございます。確かに度数を意識してコードトーンを拡張していくイメージで練習していけば、少しずつ覚えていけそうな気がします。そうですね。度数意識して。で、スケールの構成音を覚えておいて、ドリアンは13はナチュラル、フリジアンはナインスがフラットみたいな、そうやって覚えて、弾きながら探していく感じですね。モードスケールの覚え方の話は本当に大変です。ありがとうございます。だから今の話は動画化ですね。動画化しよう。